ルーベンの戦いは、ベルギー独立革命の10日戦争中、1831年8月12日から翌13日にかけて起きた戦闘。オランダ軍は、ベルギーの反乱軍に勝利したが、エティエンヌ・モーリス・ジェラール将軍率いるフランス軍との戦闘を防ぐために結局撤退した。その後は、ベルギーと停戦協定を締結13日にルーベンを数時間占領した。 1831年8月12日、ウィレム王子率いるオランダ軍は、レオポルド一世の本営がある、ルーベン近郊に到着した。続く戦闘では、オランダ軍が勝利、ベルギー軍は、ディール川の後ろまで押され、オランダ軍は、ヘレントのアイゼレンベルヘを占領した。その後、ウィレム王子は、エティエンヌ・モーリス・ジェラール将軍率いるフランス軍7万が国境を越えて、 ベルギーを援助しようとしたことを知った。彼はペレンベル兵でベルギー軍との停戦協定を締結。戦闘はその後少しの間続いたが、8月13日の午後4時30分にはすべての戦役が終わった。13日、停戦協定で定められた通り、オランダ軍はルーベンを象徴的に数時間占領した。オランダ軍の戦闘に立って入場した。 ウィリム王子とフレデリック王子はルーベンを歩き、インでビールを飲んだ。翌14日にオランダ軍が撤退を、始め20日にはすべてのオランダ軍が撤退した。ありがとうございます。